閉店を惜しむかのような涙雨となった先週、神明ボールを一人の女性が訪れました。いきますよ。この女性は現役プロボウラーの森早苗選手。今年でプロ17年目を迎えた森プロ、去年は女子ボーラーが競う P リーグで見事シリーズチャンピオンに輝きました。実は森プロ、大会やイベントの間を縫って神明ボールを訪れたことにはある理由が。父親の影響で小学生の頃からボウリングを始めたという森プロ。プロへの挑戦時、そしてプロになってからも3年間、この神明ボールで数え切れないほどのボールを投げてきたのです。プロになる前、プロテスト私3回落ちてるんですけども、その間ここでアルバイトさせていただいて、練習するときは一番向こうの1番2番レーンでずっと投げてたんですよね。で、森プロはすごいそこでいつも投げてたねっていう話聞いたと思い出して、その自分でもあそこでずっと投げてたなっていうのはすごく思い出にありますし、ここで私は育ったので、はい、もうずっとそう気持ちの中ではここがホームだと思っています。うん、自分のゲームが終わってもレーンを回り、お客さんたちと言葉を交わしたり、いいプレーにはハイタッチを交わしたりする場面も。慣れ親しんだ神明ボールで過ごす最後の時間、思い出を焼き付けるようにその姿をカメラに収めます。今日本当に投げてまたこう再認識したんですけれども、ここに足を運んでくださる皆様本当に温かくて、スタッフの皆様もですけれども含めて本当アットホームなんですよね。やっぱりここに来るとホッとするというか、何だろうな、プロになってから結構こう悩むこともあるんですけど、やっぱりここが自分の原点ですし、本当ね、寂しくなりますね。半世紀以上にわたり人々の心に思い出を刻んできた神明ボール、惜しまれつつも今日その歴史に幕を下ろします。